国際宇宙ステーションに物資を運ぶ無人輸送機コウノトリを乗せた H-2B ロケット2号機が先ほど種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げは成功したということです。メインエンジンスタート。コウノトリを乗せた全長およそ57メートルの H-2B ロケット2号機は先ほど午後2時38分ごろ鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。コウノトリは国際宇宙ステーションに宇宙飛行士の食料や衣服、実験器具などを運ぶため日本が開発した無人輸送機で2009年に続いて今回が2回目の打ち上げとなります。コウノトリは H-2B ロケット2号機から切り離され予定の軌道に投入され打ち上げは成功したということです。このあと5日ほどかけて国際宇宙ステーションに近づきドッキングします。アメリカのスペースシャトルが今年中の退役を予定しているため今後コウノトリが国際宇宙ステーションに大型の実験装置を運べる唯一の手段となり今回の打ち上げは国際的にも大きな役割を担っています。